さんこんばんは。佐久間由美子と申します。この後何を喋るっていう感じですけどね。はい、もう歌さ祭りね、どんどん進んじゃって本当終わってほしくないんですけれども、まだ、この後続きます。でも皆さんも本当皆さんの幸せなそうな顔を見てるだけでもう私も胸が熱くなる感じなんですけれども、もう手拍子しすぎてもう手が痛いっていう人この中どれぐらいいますか？はい、いますね。痒いですね。はい、あともう泣いちゃったっていう人どれぐらいいますか？ほらみんな泣いちゃってもう最高ですね。やばい、私、2019年ぐらいから人の縁でこの土地にたどり着いて、アイヌの人々の魅力とかですねに惹かれて通っております。で去年から歌さ祭り の、ライブの外のプログラムとしてトークセッションねうさらということで、インスタライブでトークをやらせていただいてます。で今日も終わったんですけれども、ここまで4本インスタライブを撮りました。でそちらは歌さ祭りのインスタアカウントから見ていただけるんですけれども、今日前半にあったうまい追いの踊りについてプチおばあさんたちに話してもらったりとかですね、あと、ここにもいる坂本大輔さん、それから徳修生さん、企画をディレクターをやってらっしゃる人、それからフッキさん、ゴーウコンフッキさんはずっと出ずっぱりですけど実はディレクターでもあってですね、そういうのの歌さ祭りとは何ぞやというセッションをやったりとか、あと子どもたちのセッションも今日やりました。で、昨日は阿寒湖の魅力について阿寒湖に居ついた人たちにも話を聞いたりしています。でそちらも合わせてご覧いただけたらなと思います。でそれから私も本当今日見て感動しながらちょっと一つ皆さんとシェアしたいなって思ったことがあるんですけれども、アイヌの女性たちこうやってもうずっとね朝から晩までリハーサルとかしてるんですけど、その間に私たちにご飯を食べさせたり子供たちにご飯を食べさせたりもうすごいやってるんですよ。で本当にもうね頭下がるし教えてもらうことばっかりなんで、アイヌの女性たちに皆さんちょっと一つ拍手を。もう泣きそう、私も泣きそうです。はい、というわけでこのまま今後も続くんですけれども、今この、4人でここに皆さんの前に立っているのはですね、歌さ祭りの一つ大切なポイントとしてアートワーク、こう舞台の奥に見ていただいているのがあるんですけれども、こちらですね。はい、で昨年からアイヌの作家 と、そうでない作家のコラボレーションということでやってるんですけれども、今日はこの、宮古島のアーティストの、大一郎さん、ごめんなさい、新庄大一郎さんと徳修生さんのコラボレーション作品についてちょっと伺えたらなと思います。でまずディレクターの坂本大輔さん、はい、今回のコラボレーションのいきさつについて教えてください。はい、ありがとうございます。坂本と申します。今回、さっき佐久間さんが言っていただいたんですけど、昨年はアートワーク、歌さのアートワークとして、1年目から、ね、音楽をベースに歌さ、交わるっていうところを、ベースに、企画してきたんですけれども、昨年は、ディジュリル奏者、ディジュリルっていうのはオーストラリアの先住民族の楽器で、さっきドラムのオミ君が吹いてたボーってやつありますね。ああいう楽器を演奏されているアーティストのゴマさんという方と、トコミドリさん、このトコミドリさんはさっき佐久間さんからご紹介いただいたゴウコンフキコさんのお母様にあたる方でございます。その方が刺繍をされて、でゴマさんはですね、点描という、こうペイントでこう点で絵を描いていく作品を作られてまして、すごいトライだったんですけれども、キャンバスにみどりさんが刺繍をして、そこの上にゴマさんが点描していくっていう、見たことない立体的な刺繍とペイントがある作品なんで、僕は今まで見たことなかったので、そんな素晴らしい作品を、昨年は、歌さ祭り2022のアートビジュアルとして展開させていただきました。はい、でそして今回、新庄大一郎さん、はい、で僕は3、4年ぐらい前からお友達で、僕も宮古に通わせていただいて大一郎と会って、で、歌さ祭りをやっ
できて、そのムービーとかをずっと宮古で見せていて、ですごく感動していただいて、で僕も大一郎の作品がとっても昔から好きで、どこかでこのアイヌの人たちと、北と南でコラボレーション、アートのコラボレーションというのができたらいいなということを考えていました。で大一郎にもずっとオファーをしてたんですけれども、この先をね、大一郎にも話してもらおうかなとは思うんですが、はい、経緯としてはそんなところです。はい、ありがとうございます。じゃあ大二郎さん本人から今回の、もともとね、普段どういう作品を作ってらっしゃるかっていうところから聞きましょうかね。はじめまして、新城大一郎と申します。普段は墨と、藍染めに使う藍を使用して、ドローイングというかペインティングというか、そういった平面作品を作っています。大さんとね、お会いさせてもらって、僕普段沖縄の方の南の宮古にいるんですけど、そこからこう、ご縁でこういうお話をいただいて、やっぱりこう、距離は離れてるんですけど、どっかこう近いこうアイヌと、琉球というか沖縄のこう感覚的なところはずっと持っていて、そこでこうお話もらって、じゃあどういうふうに制作するかということから、普段は墨とか藍を使ってるんですけど、今回修正さんと一緒にということで、版画作品に取り組んだっていう感じですかね。はい、じゃあ、修正さん、この版画作品の木は、修正さんが修正さん個人というかな、中世さんのところにあった木を使ってるってことなんですけど、木についてちょっと教えていただいてもいいですか。この木は昨年僕たちがチームを作って丸木舟を使って、それを使えなかった木の部分のパーツなんですよ。でこれをどうにか、せっかく切り倒した木だからなんとか使いたいなと思って取っておいて、そして昨年の歌さ祭りで初めて大一郎君に会って、そこでいろんな話をしてミーティングを重ね、何をこうテーマにしようかとかいろんなことを考えたんですよ。で僕の作ったその丸木舟っていうのを大一郎君に見てもらって、そこで大一郎君が何かを感じてこの3点を選んだと思うんですよね。それに僕は乗っかったみたいな感じです。乗っかったっていうと具体的には？そうですね、物に乗るわけじゃないんですけど、その乗るっていうのはそのアイヌを前面に出すとやっぱりありきたりのアイヌの作品になっちゃうなと思って、テーマも南と北とか言うけど、それってすごく安易な感じがして、だったら僕たち2人で何ができるかと思って、まず大一郎君の言葉とかそういうのに乗っかったと思います。はい、大一郎さんどうですか。そうですね、アイヌの、アカンにこう年に 2,3 回こう通わせてもらいながら、いろんな風景を見て、で現地の皆さんに本当に受け入れていただいて、こうコミュニケーションを重ねていくことでこう生まれた作品かなと思っていて、正直こうかなり不安があったりもしたんですけれど、修正さんがそういう北と南だからとかアイヌと琉球だからとか、そういったこういうものは取っ払って、もっとパンクに行こうぜみたいな話をしてくれて、でそこで楽になったというか、そこからこうじゃあ今あるものだったりこうことだったり、そういうところにこう耳を澄ますというかすることができて、この木もこう修正さんの丸木舟の一種のパーツではあったんですけど、400年っていうこう歴史のある女性の神様としてこうアイヌの村をずっと見守っていた木っていうこともあって、じゃあそのまま使えないかなというところで、この木もこう切り出したわけではなく、本当に修正さんのアトリエにあった木を
こう見て、なんだろう、こう音を聞くというか、もう声になって届いているというか、まあ、そういう営みの中にもあることを、まあ、滞在する中で感じて、まあ、声という文字をモチーフにこう組んで、で僕が声という文字をこの木の上にドローイングをして、そこに出さんがパンクにロックにこう掘っていったっていう、でそこでまたいただいて版に刷っていったっていう経緯なんですけど、やっぱこう、うん、はい、ありがとうございます。あの皆さんお気づきかどうかわからないんですけれども、あちらの廊下にも、2点これとは違う作品があの飾られています。あの2点についてじゃあちょっと説明いただきましょうかね。そうですね、まあ、作品が出来上がる前の、プロセス結構長くあるんですけれど、まあこうまあ、声というモチーフがあって、そういったこう、作品を作る過程で、なんだろう、この、まあ、思いの何枚もこう作るんですけど、こう一番思いのこもったというか、本当に声が響いたというか、声を吹きかけたような、そういう、セッションできた作品が他にも生まれたので、これはみんなに見てもらうことで、こうなんだろうな、まあ、見てもらえるといいなと思って、はい、こう作品として展示させてもらいました。はい、あの本当今ね、言葉探してらっしゃってたけど、共鳴っていう言葉かなってちょっと聞きながら思っておりました。本当にあのね、今回声というテーマであの歌さやってるということなんですけれども、本当あの参加する人たちのあのたくさんの声、それからここにいる皆さんの気持ちも共鳴する祭りなのかなというふうに思います。あと修正さんの丸木舟のお話もちょっと皆さんにしてもらっていいですか。あの先ほど大一郎君が言った樹齢400年っていう木を見つけて、その木も1年半ぐらい探して、なかなかまっすぐでその綺麗な木ってないんですけど、そしてその木に出会って、実際その木の前に行くと、本当にこれは木っていいものなのか、本当に僕らの人間の都合で船にしていいのかっていうのを相当悩んだんですよね。それで本当でもアイヌの文化でその丸木舟っていう文化が続いてて、それを継承して続けていくためには、本当に僕らが真剣にその木に向き合って、本当に美しい丸木舟を作るのが僕の中で正解かなと思ったんですよ。で僕と一緒に先ほども歌ってる、はい、ザ・マリモーズっていうチームがあるんですけど、そのチームと一緒にやって、本当にその人たちも僕と同じくらい木彫りの歴が長くて本当に上手で、だから本当になんていうんですかね、信頼してこう丸木舟を作ったんですよ。それって阿寒ってこの観光地じゃないですか。だからただただアイヌだけで使うんじゃなく、その今阿寒でこう目指している観光はそのアウトドアとかそっちの方のことをやってるんですよ。だから本当にね、皆さんにも機会があれば乗ってほしいし、そういったアクティビティを作っていこうかなっていうのもちょろっと思ってます。はい、あの夏になったらですね、はい、あの皆さんにも乗っていただけるということなので、あの夏の阿寒湖もまたまた全く表情が違うというかね、あの別の楽しみ方があるので、あの夏の阿寒湖に来たことないよっていう人はぜひぜひあの訪れていただけたらと思います。で、あのこの後も演目は続くんですけど、あの終わってしまうのは本当に悲しいんですけど、また来年もこのような祭りが、行えるように、あの皆さんどうかインスタグラムとかYouTube とかであのフォローしていただくとか、あと、お友達とかご家族の皆さんにもこんなすごい祭りがあるよっていうことをシェアしていただけたらなと思います。で、あのお帰りの際にあのついつい通り過ぎてしまいそうな感じなんですけれども、
あそこに大二郎さんの作品が飾られているので、ぜひぜひ見ていただきたいのと、あと、はい、このプリントのことをちょっとお話しいただいてもいいですか。プリント、10枚ずつエディションを、制作していただいてます。で、それは今日は販売してないんですけれども、一応販売、買うことができる。そうですね、今後そういうふうにしていこうかなというふうに考えています。はい、もし気になる方いらっしゃったら声を上げて、はい、もう残りわずか、リクエストがどんどん来て残りわずかだということなので、ご興味がある方はぜひぜひ運営にお声をおかけください。はい、それではもう残り短くなってまいりましたが、歌さ祭り最後までお楽しみください。どうもありがとうございました。体のね、揺れが止まんないんだよね、なんか音にことにやられて離れ組とね、マイクで喋ってた。